こんなスポーツがあるのか。テケテケテケツくんオンラインクリ好評発売中。スマホからも弾けるよ。今日は何が当たるかな。本当にある世界の変なスポーツ4選。よっペケルイ。おわごいらっしゃい。ごーんじまた勝手に人んち入ってきて。細かいことは気にすんなって。それよりルイ、みんなが知らないようなスポーツを教えてくれ。え、みんなが知らないようなスポーツってどうして。やってる人が少ないスポーツなら世界一になりやすいだろ。そして世界一になったらモテモテなんだぜ。あー、そういう理由ね。こうスポーツ得意だから世界一になれちゃうかもね。そうだろそうだろ。あー、みんなが知らないようなスポーツっていうと足指相撲。足指相撲はどうかな。足指相撲？足の指で相撲なんてどうやるんだ？イギリスで1976年から毎年世界大会が開かれているスポーツで、足の指同士を組んで相手の足を外側に倒すんだ。へえ、面白そうだな。まずは向かい合って地面に座ったら、こんな風にお互い親指を絡め合う。そして腕相撲と同じように相手の足を横に倒した方が勝ちなんだ。うえー、簡単にできそう。よし、俺はこの足指相撲で優勝するぞ。ちなみにこの足指相撲大会で16回優勝した元世界チャンピオンのコメントが、勝つためのテクニックは最初の対戦相手を痛めつけて他の選手を怖がらせることだ、なんだって。見た目に反して足にかなり激痛が走るみたいだよ。怖っ。そんなに痛いのは嫌なんだぜ。他のスポーツ教えてくれ。エクストリームアイロニング。それじゃあエクストリームアイロニングはどう。エクストリームアイロニング、なんかかっこいい名前だね。必殺技みたいだよな。どんなスポーツなんだ。いろんな場所に行ってアイロンをかけるスポーツだよ。アイロン。アイロンって服のシワを伸ばすあれか。そう、そのアイロンだよ。アイロンをかけるだけなら簡単そうだね。それがすごく難しいみたいなんだ。え、どういうこと。この競技はどんな過酷な環境でも涼しい顔をしてアイロンをかけるというのがルールなんだ。高さ5859メートルのキリマンジャロの山頂や水深100メートルの水の中、マラソンの途中などでアイロンかけをするんだよ。なんだって。普通のスポーツする方が楽ちんかもね。そうだな。ルイ、他のスポーツ教えてくれ。チェスボクシング。それじゃあチェスボクシングはどう。チェスボクシング。チェスとボクシングってことか。どんなことをするんだ。チェスとボクシングを交互にやるスポーツなんだ。そのまんまじゃん。チェスボクシングはチェス4分とボクシング2分を交互に行って、どちらかの競技で相手を倒せば勝ちなんだ。漫画に出てきたオリジナル競技を実際にやってみたのが始まりなんだって。漫画が本当になったんだ。面白い。でもこれ頭良くないとダメだよな。チェスが強くないと勝負にならないからね。実際選手はチェスが強い人の方が多いらしいよ。考えるゲームは得意じゃないからパス。他のスポーツを教えてくれ。ブロビング。じゃあブロビングはどうかな。ブロッコリー。ブロッコリーじゃなくてブロビングね。巨大な風船を水面に浮かべて、こんな風に飛び込むことで反対側にいる人を弾き飛ばすスポーツなんだ。何それ楽しそう。どうやって勝敗を決めるんだ。基本的にはどれだけ高く飛ぶことができたかを競うんだ。他にもジャンプの美しさとか空中でのアクロバティックな動きや水に飛び込む時の姿勢なんかでポイントがつけられるみたいだよ。お、アクロバティックな動きか。そういうのは得意なんだぜ。ゴーンジは運動神経抜群だもんね。でもこれ一人じゃできないよな。そうだね。大会だと風船に飛び込む2人と弾き飛ばされる1人の3人チームで出なきゃいけないみたいだね。僕もやる。よし、ルイも参加だ。え、僕も。一緒に世界一になろうぜ。あお。そしてというわけで来たぜ、ブロビング世界大会。どこでも移動できるテレポートカプセルがあるから一瞬で来れちゃうしね。行動が早すぎる。それじゃあ行ってくるぜ。頼んだぜペケルイ。はいはい。ここまで来ちゃったら仕方ないか。ねえルイ、これでどうしたらゴーはすごい飛べるの。飛び込む側が重ければ重いほどその反動で高く飛べるかな。そうなんだ。だったら最強の鎧ペケディス。これすっごい重いからね、ゴーも高く飛べるはずだよ。ゴーペケツ。え、あーゴージー。この後ゴーは無事お月様で発見されました。まるっとペケペケペケツくんオンラインクリ好評発売中。スマホからも弾けるよ。今日は何が当たるかな。やっぱ俺の燃える思いが詰まった赤のタオルが一番なんだぜ。レディーみんなに使ってもらいたいな。当ててくれ。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんと
ねんが